豊かな自然を間近に感じることができる須坂市。しかし人目につきにくい道路脇や河川敷、山林には不法投棄が後を絶ちません。ごく一部のモラルのない人が行う不法投棄、私たちには何ができてどのように向き合うか考えてみたいと思います。峰野原に続く国道406号、民家から離れ山間部に差し掛かった道路脇にゴミが散乱した箇所がありました。実際の不法投棄の現場です。不法投棄は家電リサイクル法が施行された平成13年4月から全国的に多発し、社会問題にもなりました。長野オリンピックを境に高速交通網が整備され、ここ須坂でも増える傾向は変わらず、平成18年度には191件の回収を余儀なくされました。不法投棄は一般ゴミがその 98% を占め、罰金刑になった事例も後を絶ちません。正しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に該当し、5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金というふうになっております。まず不法投棄をしないということが第1番目です。それからいわゆる不法投棄をする、それらしいゴミを積んだ車を見た場合、もしくは投棄している現場を見た場合、必ず車のナンバーを控えてですね、それで警察もしくは市の生活環境課、そういうところへ通報してもらえばいいと思います。ここもメッカなんです。今一つここにありますよね、こういうふうに、はい、こういうのをね、これね拾えないんだよね。これがねこういうの入ってるとね、下から出ればいいんだけど、こうなってる。須坂市では須坂市を美しくする条例に基づき、自宅の周りを中心に不法投棄をパトロールしてもらえる人、不法投棄監視パトロール員を昨年度募集し、現在21人のボランティアが日々パトロールをしています。市内我流の佐藤咲美さんもそんな一人です。これこう間隔が広いから拾いますけどね、さらないとダメですよね。これこういうね、例えばこういったものを今この距離でこの程度ですから、これが8月いっぱいでもこのぐらいの程度にまで皆さんモラルが向上して、いろんな不法投棄には注意してくださってるんじゃないですか。今は言わなくなったけど、昔若者でほら消費は美徳なんて言った時代があるじゃないですか。その頃の名残がねちょっと尾を引いたのかな、だからもったいないだの節約だのというとね、おじんとかおばんとかって言われちゃった。今はねむしろリサイクルでね重要視されてますけどね、だから簡単に捨てるもんでも捨てないようになったんでしょう。大森中学校の南側を流れる八木沢川、学校では校外活動の一環として先ごろ川と学校周辺の清掃を行いました。定期的に環境美化に努めていることで効果が上がっているといいます。これはあれですか、どういうゴミだと思いますか。燃えるゴミですか。あんまないですね。なんかガラスとかフォークとか
すごいね。なんか、燃えないゴミが多いです。もう一個。こういうふうに大変なので、まあ、捨てるのは楽だと思います。拾うのは大変だと思うので、やめてほしいと思います。はい、まあ、長野県全体でもそうですし、まあ、須坂市でもそうですが、産業廃棄物といわれるようなものの、まあ、不法投棄は件数的には減りまして、今回、まあ私たちが回収しているような、一般家庭の不法投棄ごみが、まあ、増えているという傾向にあります。市街地の方で不法投棄が多いところはやはり普段から草を生やしたままにしているとかですね、見た目がやはりあまり清潔でないというようなところに不法投棄はされやすいですので、自分の土地はしっかり、まあ、管理していただく、普段からきれいにしていただくということが一番大事かと思います。やはりですね、地域の皆さん自分の地域は自分たちで、まあ、きれいにしようということで、普段からですね、町の中を清潔に保つということを、まあ、努力していただく、まあ、そういうことが町全体また市全体の、まあ、そういう不法投棄を減らしていくことにつながるというふうに考えております。今私たちが直面している地球環境をめぐるさまざまな問題は大量生産、大量消費、大量廃棄の生活様式から生み出されたものです。自分たちの環境は自分たちが守る。私たちは不法投棄をしないことはもちろん、不法投棄が及ぼす環境への影響や現状回復への活動に関心を持つことが必要ではないでしょうか。